ジェームズ・カトラーダン・パーカーはアメリカ合衆国のオルガニスト、教育者、作曲家。パーカーはマサチューセッツ州ボストンで出版、販売業を営むサミュエル・ヘール・パーカーの息子として生まれた。1848年にハーバード大学を卒業。続いてハーバード・ロースクールを修了後、彼はライプツィヒ音楽院へと入学した。 音楽院では、イグナーツ・モシレスト・ルイ・プレディにピアノを、ユリウス・スリーツとエルン・ストリヒターに作曲を、モーリッツ・ハウプトマンに音楽理論と火星学を指示した。1854年に、ボストンへ帰郷したパーカーは、個人レッスンの受付をはじめ、これは、生涯にわたって続けることになった。1862年に何人かの教え子が、パーカークラブを立ち上げ、器楽や、 合唱の演奏会を催した。彼は1859年にアンドオーバーのマリア・デイビーと結婚し、一人の子供を授かった。1864年から1891年にはボストンのトリニティ教会でオルガニストを務めており、これはフィリップス・ブルックスが牧師を務めていた時期とほぼ完全に一致する。パーカーの祖父のサミュエルもこの教会の牧師であった。 パーカーはヘンデル・ハイドン協会の演奏会でのオルガン演奏も行った。1871年から1897年にはニューイングランド音楽院で教鞭を取った。1897年以降は音楽院の試験官を務めた。マサチューセッツ州のブルックラインで没した。パーカーは賛美歌、カンタータ、オラトリオ、教会音楽、ピアノ曲を作曲した。また、 彼は教育用に2巻の作品集を残している。1855年から1870年には火星を主題に仕事を行っており、リヒターの火星学の手引きハルモニーレーレを1873年に英訳している。ありがとうございます。